エビルは日本の男性プロレスラー。静岡県三島市出身。新日本プロレス所属。本名及び旧リングネームは渡辺高賞。幼少期、約10年間に渡り剣道に打ち込む。高校卒業後、神奈川県横浜市に所在する医療専門学校に入学するも、わずか半年で中退。専門学校中退後、アニマル、浜口レスリング道場に入門し、 プロレスラーになることを志す。2007年2月に入門テストに参加するも、不合格に終わった。2009年12月に再度挑み、合格を果たして2010年2月に新日本プロレスに入門した。2011年5月13日、新宿フェイスで開催された、ライフゴーズオンで高橋博夢と対戦し、プロレスデビューを飾るが敗戦した。デビュー後、しばらくは、 全座として活動。7月13日、串田とタッグを組んで、三上京介高橋と対戦して勝利し、プロレスラーのキャリアにおいて初勝利を飾った。2012年には、先輩レスラーたちの胸を借りて試合をこなす。2013年2013年1月、初の他団体参戦となるのは2、小島さと長田博士と共に出場。 出場した全試合ではいずれも勝利を得ることができなかったものの平柳原藩、ランス・ブラバド、マーシャル・ホン・エリックといった相手とシングルマッチを行った。ノア参戦後、新日本では田中翔、小松洋平などの後輩レスラーには勝利するものの、自身より先輩のレスラーたちには勝利ができずにいた。9月より長田とタッグを、10月14日、 キングオブプロレスリングにて、天山広吉をパートナーに、KES と対戦するが敗戦した。海外武者修行を2013年10月、海外武者修行により、アメリカへ遠征。同月18日、NWA 加盟団体である、NWA ヒューストンのイベント、NWA インベージョンヒューストンに参戦。ゲドーとタッグを組んで、キングオブザ・アンダーグラウンドと対戦し、勝利した。 26日、PWS の PPV であるリタリエーションに出場し、あのアイファミリーの一員であるランスアのアイと対戦するが敗戦した。2014年2014年2月22日、ローに初参戦。テレビ番組であるロー、オン SBG に出場して、ダークマッチでの4ウェイマッチにて、サイラス・ヤング、カプリス・コールマン、マット・ターバンと対戦するが勝利を飾ることが、 できなかった。5月4日、カナダのオンタリオ州を拠点とする団体であるスマッシュのイベントであるスマッシュゴールドに出場。スマッシュ王座争奪トーナメントにエントリーして1回戦にてアレックス・ベガに勝利。決勝であるゴーウェイイリミネーションマッチにてマットクロス、クリス・ヒーロー、ジョシアレキ・サンダー、ケビン・スティーンと対戦するがベルトをダッシュするに至らなかった。 同月9日、カナダのオンタリオ州を拠点とする団体である BCW のイベント、イースト・ミーツ・ウェストにて、棚橋博士とタッグを組んで、ジョー・ドーリングタイソン・デュークスと対戦するが敗戦。5月10日、ロー新日本プロレスによる共催イベントであるグローバル・ウォーズに出場し、マイケル・エルガンと対戦するが敗戦した。同月17日、 同じくロー新日本プロレスによる共催イベントである、ウォー・オブ・ザ・ワールズにてフォーエバー・フーリガンズ特訓で、トマソ・チャンパーマット・ターバンあと6人タッグマッチを行うが、敗戦した。同月31日、ミシガン州を拠点とするジに参戦。ジ・ライトヘビー級王座を保持するオーランド・クリストファーに、挑戦するもベルトをダッシュするに至らなかった。6月8日、 スマッシュのイベントであるライバルスクールズにてクリスヒーローと対戦するが敗戦した。同月14日ニュージャージー州を拠点とする JCW にて JCW エクストリーム王座4ウェイマッチを行いバンディード・ジュニア、リンセドなどリッチスワンと対戦するが王座を奪取するに至らなかった。同月22日ローのベスト・イン・ザ・ワールド2014に出ー。 世界 TV 王座挑戦権、争奪6人メーヘムマッチに出場し、b j ホイットマー、ア、タダリアス・トーマス、カプリス・コールマン、トマソ・チャンパと争うが、挑戦権を得ることができなかった。7月20日、スマッシュのスマッシュ・エイプルザにて、クリストファー・ダニエルズと対戦して勝利し、金星を得る。8月15日、ローのフィールド・オブ・オーナーにてマーク、ブリスコと対戦するが敗戦した。 9月6日、ローのオールスターエクストラバガンザ6にて、カプリス・コールマンと組んで4、コーナーサバイバルタッグマッチを行い、ムースアールディ・エヴァンス、ザ・ディケード、モンスター・マフィアと対戦するが勝利を得ることが、できなかった。2015年2015年7月4日、ロー、オン・ SBG にて、ダルトン・キャッスルと対戦して、前半こそ攻めたが、 ローリングクレードルを仕掛けられたことをきっかけに構成を逆転され、最後にバンアランを決められ敗戦した。同月11日、ジェフ・ジャレットが主催する GFW に参戦。サナダ・キヨシナリと組んでバレットクラブと対戦するが敗戦した。8月22日、ロー・フィールド・オブ・オーナー2015にテロー、世界 TV 王座挑戦権、争奪級ウェーガントレットマッチにて、 最後に登場して、セドリック・アレキサンダーに、裏投げを決めて勝利し、挑戦権を得た。10月10日、ロー、オン・ SBG にて、ロー世界 TV 王座を保持する、J リーサルに挑戦。最後に、トゥルース・マルティニの介入からレフェリーが目をそらしたところへ、リーサルから、近敵攻撃を食らうと、リーサルインジェクションを決められ敗戦した。外戦帰国、内藤哲也。 武士と共に、ロス・イン・オベル・ナブレスでハポンの一員として活動する、エビル。10月12日、キング・オブ・プロ・レスリングの舞台で、東京ドーム IWGP ヘビー級、王座挑戦権利賞をかけて、棚橋と対戦した、内藤哲也のパレ派として登場した。試合終盤リング内に乱入すると、棚橋にジャーマンスープレックスを繰り出し、試合後には、棚橋の救出に駆けつけた。 後藤博ヒに対して変形を外狩りを見舞い、KO に追い込むと内藤と肩を組みながら退場。バックステージでは内藤より、彼の名前は、キング・オブ・ダークネス・エビルだよと紹介され、リングネームを変更、回帰派レスラーとして内藤と結託した。11月7日、パワー・ストラグルにて後藤を相手に外戦試合を行い、シングルマッチで対戦。エビルも試合終盤に、 後藤の昇流結界を極められ、ピンチに陥るが、入場ゲートから内藤が登場して、試合に乱入した。内藤は後藤に急所下りを見舞い、デスティーノを炸裂させると、状況を見かねたレイフェリーより、反則裁定が下り、さらに異ンを深める結果となった。同月21日、エビルは内藤とのタッグで、ワールドタグリーグ2015に出場し、B ブロックに、 エントリーされた。22日豊橋大会にて、内藤と長期欠場中の武士らと共に、ロス・イン・ゴベル・ナブレスでハポンを結成した。公式リーグ最終戦の12月6日では、因縁深い後藤柴田勝頼組を相手に勝利を収め、5勝1敗という結果で決勝進出を果たす。同月九日、優勝決定戦にて GBH と対戦、エビルは、 試合開始早々に場外戦に持ち込み、ラフプレーで攻め立て、中盤にはセコンドについていた武士が、新壁の顔面に毒切りを吹きかけるアシストを見せるなど、試合を優位に進めるが終盤に GBH の合体技、小キシインパクトが内藤に被弾したことから形成が逆転し始めた。武士が再度真壁に対し、毒切りを仕掛けようとするもラリアットで帰り打ちに合わされ、 本間のスライディングこけしロケット、新壁のキングコングにードロップとつなげられ、最後に本間からこけしを決められ敗戦した。結局は、準優勝という結果に終わった。2016年2016年3月3日、ニュージャパンカップに初出場を果たし1回戦で、カオスの石井ともと対戦した。最後は、石井の垂直落下式、ブレーンバスターを決められ敗戦する。 モエビルは何度も、イシを追い詰める場面を見せつけ、ポテンシャルの高さを知らしめた。その後もエビルはイシを付け狙い同月12日、武士と組イシーヨシハッシュ組と対戦し武士の、毒斬りのアシストを経て、デリアとエビルを決めて、イシから勝利を収め、エビルは、試合後に、イシの保持するロー世界 TV 王座を手に取り挑戦を、アピールした。同月20日、エビルは、 ロードツインベイ城にアタック2016、天が大会にて石井とろう世界 TV 王座をかけて対戦し、20分を超える激闘を繰り広げたものの敗退。5月3日、レスリングドンタク2016にて後藤と対戦。エビルも序盤から場外戦になると鉄尺への攻撃を何度も繰り返してひるませると、椅子を首にかけてもう一つの椅子で殴出してダメージを負わせた。 しかしリングに入ると、後藤は復活し打撃戦へと展開するが、エビルも後藤の攻撃を受け止めると、カウンターのラリアとローリングエルボーへと繋げた後にダークネスホールズで追撃し、そして最後にエビルを決めて完勝した。G1 クライマックスにも初出場したが、4勝5敗で終わった。十一月五日、芝田の保持するネバー無差別企業座に挑戦し最後は、芝田から、 ピンフォール勝ちを収めて第13代王者に退官したが15日に柴田とのリマッチに敗れ同王座から陥落した。この柴田との戦いはシングル戦線におけるステップアップになったと後にエビルは振り返っている。11月7日ワールドタグリーグ2016にてエビルはサナダとタックを組んで出場したが5勝2敗の予選落ちに終わった。 2017年2017年1月4日、レッスルキングダム11イン、東京ドームでエビルは、サナダ、ブシと共に、ネバー無差別級6人、タック選手権試合、ガントレットマッチに参戦、3番手として登場し、高橋ファレペイジ組と、小島リコシフィンレイ組を破り、第9代王座に退官したが、日のホール大会にて、中西 タグチ組を相手に防衛に失敗し、同王座から陥落しわずか1日天下となってしまった。8月5日、G1 クライマックス27にて、EWAP グヘビー級王者であり6勝0敗中の岡田和地下から勝利を奪い連勝をストップさせる。10月9日、両国国技館大会にて、G1 の結果を受け、岡田と EWAP グヘビー級選手権試合を行うが、敗北。 11月、ワールドタグリーグ2017にサナダとタッグを組んで、出場。ブロックは A で昨年と同じく5勝2敗だったが、最多得点だったため、優勝決定戦進出が決定。12月11日、福岡国際センターで行われた優勝決定戦で、B ブロック1位のタマトンが、タンガロアの GOD と対戦し、たまにエビルを決め優勝した。 2018年2018年1月4日、KES と IWGP タッグ選手権試合を行い、サナダと共に第79代王者となる。その翌日、シングル王座との2冠になるため、後藤博士王家の持つネバー無差別級王座に挑戦をアピールした。2月10日、ニュービギニングにて、後藤の持つネバー無差別級選手権試合に挑戦。後藤は、 この一戦をエビルの除霊マッチと称し巨大な術を持ち込む。試合中にも術を奪い合っての攻防もいったすエビルは敗れた。しかし除霊マッチ敗北後の現在もエビルとして活動している。2月20日、新日本プロレス公式サイトにて左眼下には骨折による欠場を発表。旗揚げ記念シリーズ、旗揚げ記念日前線欠場した。そして、 ニュージャパンカップも不参加となった。その後、3月30日の高楽園ホール大会で復帰した。4月29日、グランメッセ熊本にて全王者組の KES と IWGP タック選手権試合を行い、防衛に成功。6月9日、ドミニオンでヤングバックスと IWGP タック王座3度目の防衛戦を行う。試合は、 パートナーのサナダがピンホールを取られ、王座から陥落した。その後、アメリカサンフランシスコ大会でリマッチを行うも、起き手破りのエビルからのメルツァードライバーを喰らい、王座大観とはならなかった。試合後、IWGP インターコンチネンタル王座から陥落し、その試合で王者になったクリス・ジェリコに滅多打ちにされる内藤を救出する。7月、 G1 クライマックス28にエントリー。開幕戦で、マイケル・エルガンに敗れるも、そこから4連勝をする。しかし、鈴木みのる、棚橋博士、岡田和地下に立て続けに連敗してしまい、優勝決定戦進出のチャンスを失う。8月10日、日本武道館での最終公式戦で6勝している J、J ホワイトと対戦。J の反則殺法に翻弄され、 あわやパイプイス攻撃を食らうかというところでエビルを炸裂させ勝利5勝4敗で勝ち越した。9月ディストラクションのシリーズを通しザック・セイバー・ジュニアとの抗争が始まる。17日のベップ大会でのタッグマッチではジャックナイフ式エビ固めで破れ、その後のアメリカ大会でのタッグマッチでも回転足折り固めで破れてしまい、タッグマッチではあるが2回もピンホールを取られてしまう。 10月8日、両国国技館大会で、ザックとのスペシャルシングルマッチが組まれるも、試合開始前に、クリス・ジェリコに襲撃され、戦闘不能状態となり試合は、ノーコンテストとなってしまった。11月3日、IWGP インターコンチネンタル王者である、ジェリコに挑戦するも敗北。11月17日、サナダと共にワールドタグリーグ2018にエントリー。 総当たりリーグ戦で10勝3敗という結果となり、リーグ2位で優勝決定戦に進出が決定。12月9日、岩手産業文化、センター発表で1位である GOD と対戦。最後はパートナーのサナダがラウンディングボディプレスを決め史上2組目の2連覇を果たす。試合後、GOD の持つ IWGP タッグ王座への挑戦をアピールすると、 大阪城ホール、サンフランシスコで敗れている、ヤングバックスも現れ、ヤングバックスにも借りがあるからな。まとめてやってやるいよ。とマイクをし、翌年の IWGP タック選手権試合は3、ウェイマッチとなった。2019年2019年1月4日、GOD、ヤングバックスと IWGP タック選手権試合3ウェイマッチを行い、目まぐるしい戦いを制し、 2度目の IWGP タッグ王座を体感。2月3日、北海北エールのタッグ選手権試合で、サナダが鈴木実からホールを取り初防衛を果たす。2月23日、後楽園ホールでリマッチをアピールしていた前王逆味の GOD と対戦。最後はサナダがスーパーパワーボムでピンホールを取られ、王座陥落。3月2年ぶりに、 ニュージャパンカップにエントリー。11日、ベイコム総合体育館で、札幌大会でシングルマッチを行ったザック・セイバー・ジュニアと対戦。試合は、ザックの関節技にギブアップ負けを喫し、1回戦敗退に終わった。4月6日、マディソン・スクエア・ガーデンで、IWGP タッグ王座とロー世界タッグ王座の ダブル選手権試合にサナダと共に挑戦するが、当時ロー世界タッグ王者であったブロディキングが GOD にホールを奪われてしまっため、王座ダッシュに失敗。レスリングドンタクのシリーズ中は石井智弘との交想に入る。きっかけはニュージャパンカップ決勝戦で組まれたタッグマッチで交想が勃発。試合後もコメントブースで殴り合いにまで発展。 そして5月4日の福岡大会セミファイナルで、スペシャルシングルマッチが決定した。石井とのシングルマッチは3年ぶり3回目である。4月26日の広島大会のタッグマッチでは、シングルマッチ前にピンホール勝ちを取るも、福岡大会では垂直落下式、ブレインバスターを喰らい敗北。6月9日、IWGP タッグ王逆味の GOD に挑戦。途中、 邪道の介入があったが、武士が毒切りで排除。リマッチ成功かと思われたが、玉トンガに横入り式エビ固めで丸め込まれ、王座奪還とはならなかった。7月 G1 クライマックス29にエントリー。結果は4勝5敗と負け越しで終わったが、優勝した飯伏やタッグパートナーのサナダに勝利するなどインパクトを残した。9月16日、鹿児島大会にて、 IWGP ヘビー級王座挑戦権利賞を防衛したイーブシコータの前に現れ挑戦を表明する。10月、両国大会にてメッシブセと挑戦権利賞争奪戦を行うも、最後は神声を決められ敗北。11月、サナダと共にワールドタグリーグにエントリー。12月8日、広島グリーンアリーナ大会での最終戦、ジュース・ロビンソン デビット・フィンレイ組との優勝をかけた試合に臨むも、最後は、フィンレイのアシットド,ドロップでフォール負けしてしまい、3連覇とはならなかった。2020年2020年1月、レッスル・キングダム14東京ドームに、連戦最終日の、第0試合、ネバー無差別級6人、タック選手権試合、ガントレットマッチに、武士、高木慎吾と共に出場。最後は、王者組に勝利。 約2年半ぶり4度目の体会を果たす。翌日の大田区総合体育館大会にて、またも、石井との因縁が勃発。2月1日、札幌2連戦初日の第7試合にて石井とシングルマッチで戦うも、最後は垂直落下式、ブレーンバスターで破れ、対石井戦4連敗となった。6月、ニュージャパンカップに2年連続4回目の出場。 椅子攻撃や金敵といった反則攻撃を駆使し、1回戦で小島聡、氏、2回戦で後藤博士王準々決勝で吉橋、そして準決勝で同門の真田から勝利し、初めて決勝まで進出する。7月11日、同じく決勝まで勝ち進んだ岡田と対戦。試合終盤で岡田の変形コブラクラッチを受けるも、バレットクラブの下道と、 高橋博士二郎がリング上に乱入し、岡田を攻撃指南を逃れる場面があった。最後は股間踏みつけからのエビルで、岡田に勝利し、ニュージャパンカップ初優勝となった。この結果、翌日に IWGP ヘビー級、IWGP インターコンチネンタル二冠王者の内藤とのタイトルマッチが決定した。試合後、内藤がグータッチを求めるもエビルは、 バレットクラブのウルフポーズで返し、内藤に必殺技のエビルを食らわせた。直後に、下道や高橋らバレットクラブの日本人メンバーが拍手をしながら現れ、彼らとウルフポーズを交わし、バレットクラブへの加入を表明した。7月12日、内藤と2巻タイトルマッチを行った。この試合でもエビルは、イス攻撃、近的や他選手の介入といった。 反則行為を積極的に行った後、最後は股間踏みつけからのエビルで内藤を下し、二冠王者となった。試合中には解説者のミラノコレクション AT が持つ L、IJ 時代のエビルのグッズである鎌を破壊し、怒って飛び出したミラノを鉄柵に投げ飛ばすといった場面もあった。試合後には、武士のマスクをかぶり試合中に介入したディック統合を、新しいパレ派であると宣言した。 また試合後、同じく LIJ メンバーである高橋博文の挑戦表明を受けた。7月25日、愛知県体育館大会にて、博文とに観戦を行う。東郷のアシストを経て、最後はエビルでピンホールを奪い初防衛に成功した。8月29日、21年ぶりとなるサマーストラグル、神宮球場大会にて全王者の内藤取りマッチを行う。 試合終盤、東郷、下道が介入した者の武士、サナダによって排除される。最後は、デスティーノでピンホールを奪われ、王座から陥落した。9月、バレットクラブに加入してから、初の G1 クライマックスを迎える。初戦にてザック・セイバー・ジュニアのヨーロピアンクラッチに敗れるも、2戦目で、ヨシハシに勝利。しかし3戦目で、ヤノツーに敗北し、 一勝二敗となってしまうも、そこから反則行為やディック統合の介入を駆使し5連勝。六勝二敗で最終公式戦を迎えた。最終戦でかつてのタッグパートナーのサナダと対戦。勝てば優勝決定戦進出だったが最後はおコーナーブリッジで丸め込まれ敗北。六勝三敗でリーグ戦を終えた。そして優勝決定戦当日に組まれたナイト 武士 VS エビル広志二郎のタッグマッチ終了後、内藤にエビルを食らわせ、挑戦をアピール。この結果、11月7日の大阪大会で二冠王座のリマッチが決定した。11月7日、大阪大会にて内藤哲也の持つ二冠王座に挑む。中盤で、ディック統合や高橋広志二郎を介入させるも、真田に蹴散らされてしまい、J が乱入し、 内藤を吸収しに行くも、イーブシコータが J を追いかけ、最終的に内藤とエビルの二人になる。最後の最後でエビルをかけようとするも、張り手、バレンティアからのデスティーノでフォール負けを喫した。11月15日、ワールドタグリーグに、高橋博士二郎とのタッグでエントリー。G1 公式戦で負けた、サナダ、ヤノー、昨年の優勝決定戦で、直接、 また、優勝決定戦で組まれたタッグマッチにてサナダとの因縁が再燃。2021年1月5日、東京ドーム大会にてスペシャルシングルマッチが決定した。2021年1月5日、東京ドームに連戦2日目にてサナダとスペシャルシングルマッチで対戦。場外にテーブルを設置し、サナダを落とそうとするも、セコンドについていた統合がテーブルに落ちてしまい。 最終的には、ポップアップ式 TKO からのラウンディングボディプレスで敗北した。翌6日、東京ドームシティホール大会にて岡田との因縁が再燃し、2月27日の大阪城ホール大会メインイベントで対戦することが決定した。2月27日、大阪城ホール大会にて岡田と対戦。最後は、開脚式ツームストンパイルドライバーからの レインメーカーで敗北した。3月、ニュージャパンカップ2021にエントリー。昨年優勝していることからシードで2回戦からの参戦となった。そして2回戦では、ジェフコブ、準々決勝では、矢野通から勝利し、準決勝で、かつての同門である、高木慎吾と対戦するも敗北。2年連続決勝進出とはならなかった。4月28日、 ニュージャパンカップにて、矢野2に勝利したため、鹿児島アリーナにて、矢野の保持するキャップへ2021に挑戦。試合は矢野が考案した暗闇創造黒ずきんマッチで行われた。両者黒ずきんの攻防を繰り広げ、終盤で、東郷が城内を安定させるも切り抜けられてしまう。そして、矢野に黒ずきんを被らされた状態で間違えて、東郷にエビルをかけてしまい。 驚愕していたところを急所打ちされ、最後は黒ずきんをかぶった状態で丸め込まれ敗北した。ジャンピングラリアットクリストファー・ダニエルズにバックドロップを仕掛ける渡辺。LIJ 時代はパワーとと心力を兼ねた武骨なパワーファイトを持ち味にしていたが、バレット・クラブリー降は急所攻撃やセコンドのリック統合の介入などといった反則行為を織り混ぜたスニーキーな 試合運びが特徴である。同様な反則行為を行う同僚たちと比べると、詳細句なしの直線的なラフファイトを行う。ありがとうございます。